はい、こんにちは。ケンビー01です。はい。なんかチカチカしてる。まあ、今回は、ヤコブリックで頼んだ商品が届きました。で、裏を名前が書いてあるのは、ウェンズムがちょっとね、おまけはですね、今回ちょっとついてないかな。ついてなさそうですね。では、開けていきたいと思います。今日暑いですね。はい、開いた。で、まあ、おまけはなし。ね、はい、おまけはやっぱないです。もう空ですね。では、これを開けていきたいと思います。エコブリックは2回目ですね。はい、おまけはないです。本当だわ。ん？あ、ないか。ない、な？ん？ないぞ。おまけはないです。では、開けます。前はこの一袋にしか入ってませんでしたが、今回は三袋ある。ちっちゃいのがね、まあ、結構小物っぽいの頼んだんでね。あ、四袋ですね。あの、なんか、この、こういうのだけが、袋に入ってなくて、これも入ってました。袋に。エコブリックは、こんな、そんなチャックみたいな、ある袋に入っているのでいいですよね。これはまあなんか、車両ベースの、フェンダー付きの、やつ、だっけ？確かそんな名前のやつです。黒い車を作りたいと思って、まあ、これ買ったんです。これ結構便利ですね。便利っぽいです。では、次こっちを開けます。三脚持ってきた方が良かったらしい。よいしょ。これさ。よいしょ。はい、出ました。よいしょ。で、これは、この、これ。なんか、このなんか、車によくつけるやつですね。これの白。まあ一つです。まあこの、まあ 3×4 の黒いスロープ。まあこれも車に使います。はい。で、このタイヤですね。こういうやつを、まあ4個ですね、もちろん。タイヤはだいたい4個で。頼むやつよね。で、このハンドル2つ。まあ、黄色2つですね。2×6 の赤のプレートです。これ。まあ、ちょっと車に使うんですよ。ちょっと屋根のパーツがちょっとなんかね、ないので、2×6 のプレート。じゃあ、こっちはパネルですね。で、まあ、これはレストランのなんかガラスをですね、ちゃんと。今ちょっとなんか中途半端なんで、それをね、ちゃんとするためで、この 1×4×3 のパネルですね。この水色を4つですね。4つ頼みました。で、これは結構、小物的な感じのが入っていますね。これも開けます。はい。もうエコブリックでレゴを買って、おまけがついてきたことは、今まではもうないですね。よっしゃー、コックさんが来た。おっよし。で、まずはこの、1×2 の白いタイルと、1×4 の白いタイル。まあ、一つずつですね。あと、この 1×4 の黒いパネルです。なんかついてる。ゴミ。で、1×2 のこのグリルパーツですね。と、1×2 の黒いタイル。とか、真ん中になんかあるの。ほら、真ん中。中古？もしかして。あ、すみません。あ、これ。1×2 の黒いタイル2つありました。すみません。と、1×4 の黒いタイルは1つ。で、
あとこのバケツですね。茶色のバケツです。ちょっと組み立てますのでお待ちください。意外とでかい、まあ、こんぐらいなのか。あれつかないな。まあいいや、バケツをちょっと、あ、ついた。こんな感じです。でも2つですね。2つあります。ちょっと待ってくださいね。まあいいや、2つですね。で、この 1×1 の、まあ、この赤い透明のスロープですね、まあ、これはクリアパーツで、このコックさんを作るためのパーツで、ちょっとコックさん組み立ててみましょう。顔が飛んでいく。はい、で、これはコックさんですね。これもレストランに使います。これちょっと名前忘れたんですが、ピントは合わない。ピントが合わないけど、なぜだ。あった。まあ、これは、まあ、誰かちょっと忘れてしまったんですが、まあ、誰だっけ。まあ、参考にさせていただきました。はい、すいませんね。ちょっと、パクった感じです。今回は全部で、ん？何円だ？2047円ぐらいですね。確か2047円でした。はい、では終わります。さようなら。